こんにちは。よろしくお願いします。ツイッターでもツイートさせていただいたので、合わせてリツイートといただけると、すごくありがたいです。よろしくお願いします。今お越しいただいている皆さん、まあコメントもいただいている、勝丸さん、イギさんで、アミク、こんばんはでございます。こんにちはでございます。でもって、これをね、きっと若干名の方はアーカイブでも聞いていただける可能性はあるんじゃないかと思うので、その方々にもこんにちはでございます。よろしくお願いします。のコメント組の皆様もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日画面は特に変わることはないですけれども、今日は YSCC 横浜 J3 ですね、第10節、2021年 J3 第10節、YSCC 横浜 VS ガイナーレ鳥取の、同時視聴配信をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日も、ワンオペでお送りいたしますノーミルク佐藤です、よろしくお願いします。まあね、なんでワンオペでやってるかと言いますと、もうね、ここにお越しいただいている方々にもうご説明する時間すら、ってかそのためのこの前置きの時間すらもう無駄なんじゃないかと思いますけれども、まあ、念のためお伝えさせていただければ、こちらは、同時視聴配信でもあるんですが、もっともっとちゃんと正確に言うんであれば、何を同時視聴するのかと言われたら、この試合ももちろんなんですが、こちらの試合の、実況担当いたします井上正さんを応援しようという配信でございます。なので、選手、スタッフの皆さんも、もちろんですけれども、審判の方とか、そのね、裏側にいるスタッフの皆さんなんかももちろんなんですが、今日なんかね、実況者にも、ご注目いただいて、ね、ご視聴いただければいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。ギアスさん、伊藤翔太さん、ウェムさん、マエさん、ムメタロさんもこんにちはでございます。ナコナコさんもこんにちはでございます。あとね、何度も言っちゃいますが、てかすでに配信部屋を立てていますけれども、今日この12時45分やっておりますが、約6時間後です。6時間半後ですね。6時間半後合ってる？違うな。5時間半後かな、に行われます、U24 日本代表 VSU24 ガーナ代表の試合も、夜にね、また、私ワンオペですけれども、同時視聴配信やらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、それに伴ってね、今日はちょっと昼も夜も同時視聴配信するってのもありますから、動画はね、朝の1本だけで、昼同時視聴、夜同時視聴という形で、あとは、また明日の朝と、夜とみたいな感じになっておりますが、改めてね、そちらの方も、どうぞ、お聞きいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ラブさんがさん、キッコーマン、グーさん、こんにちは。お、やってるやってるってことで、よろしくお願いします。またね、ワンのオペなので、なんと皆さんからの、お米が頼りでございます。よろしくお願いします。お米がね、今日はまたね、私ね、朝7時から起きてるんですよ。昨日の夜個人配信、まあね、これね、コッペパン流してるから、あれ、ミルアカなの、それともノーミルク佐藤ラボなのって思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあ夜2時半ぐらいまで配信してたんですけど、もう10なんだろう15分後にはもう寝てたと思うんですよね、多分。で7時に起きて、そこからもう4時15分からもう仕事したんですけど、もう1時かっていうのがすごいね。今日も朝ね、お散歩にも行きましたし、もう仕事もしましたし、なんだ、朝飯も食ったし、料理もしたし、ね。あら、ごじょっちょさん、ゆうばさん、げんりさん、こんにちは。いや、いいね。J3 をこうみんなで見ようってのはやっぱいいね。親方、こんにちは。で、寝てない、寝たよ、4時間。まあ、でもその前の日がね、9時間ぐらい寝てるんでね。全然。朝ごはん何食べたんですか？あんまり覚えてないんですが。何食べたんだろうね、俺ね。ご飯は食べたのは覚えてます。それ以外は覚えてないです。思い出したら言います。味噌汁も飲んだと思う。うん。おかずは何にも覚えてないです。ちなみに昨晩以前のご飯も何も覚えてないです、私は。
僕のプライベートは聞かないでください。自分が覚えてないんで。川前さんこんにちは。まあそうだね。いやでも覚えてないっすね、自分が。なんか普段めったに食べないようなものとかであれば多少覚えるかもしれないけど、そうだね、外で食べたりとかあんまないですね。あ、午後 T さんだ、午後のコーデさん。両チームのそれぞれの注目の選手を教えて、あ、ありがとうございます。一応ね、それね、一応配信55分に始まるかなと思うので、そこが始まったらなんかちょっとね、スタメンダゾーンで、スタメンも一応、まあ、それ用のシート作ってもいいかなと思ったんですが、まあ、ダゾーン見ていただければわかるかなと思ったんで、今回作らずにいまして。まあ、後でね、それはお伝えしようかなと思っております。まあ、そこら辺もね、佐藤のプライベートは全てラボでさらけ出す。いや、さらけ出すっていうよりも、その前に俺が覚えてない場合は、闇に葬られますので。そうだね、俺が覚えて、番組上何食べたか覚えてないですからね。何だったんでしょうね。誰か僕の朝飯何だったか覚えてる方いらっしゃったら教えてください。絶対に分かんないこと聞いてますけど。今ちなみにレモンティーです飲んでるのは。あと3分ですか。あとね、今日一応まあほぼこの試合限定でやっていくとは思うんですが、まあ一応まあ同時に行われる試合たちでしょって。そうだね、小松菜って言っておけば。でもね、小松菜じゃなかったと思う。俺小松菜選択してない気がするな今日。ありがとう。でもそれでちょっと何か思い出した気がする。でもなんだったのメインのおかず。きんぴらごぼう食べたね。あとね、キャベツの千切り、それは覚えてる。それは思い出した。ごぞっちょさんのおかげで。小松菜をキーにして思い出しましたね。いわゆる常備菜的なものをいくつか用意してるので、そこからとっとって取ったなってのは思い出しました。それぐらいですね。でメインのおかず何だったんでしょうね。唐揚げってことにしときますか。わかんないから。全くわからない、自分で何食べたのか。これで準備できた。あ、準備できたなんじゃないでしょ。ダゾーン俺つけてないもん。何選んだんだろうね、全くわからないな。島田さんこんにちは。今読んでない人いるかな。あと多分大丈夫だと思うんだけどね。はい。あら、まだかな？まだできてないな。あ、そっか、あと1分あんの？まだ1分あんの？早くしてくれよ、もう。あ、皆さん、こんにちは。木野さん、こんにちは。今日はね、この試合以外には、何これの試合以外に行われるのが13時半からレノファー山口 VS 愛媛 FC と、あとは14時からギラバンツ北九州ジュビロ磐田、松本山が町田ゼルビア、そしてアルビレックス新潟、じゃあバンフォーレ甲府 VS アルビレックス新潟という試合がありますと。まあ一時キックなんでね、これが。なんでそこまでが該当かなっていうところで、まあ東京湘南はちょっと見ないので、ルヴァンの方は。それで考えるとリーグ戦該当はここら辺になるかと思うんで、まあここら辺もちょっと試合は触れていきながらやれればなと思っていますと。まあ3次キックの今治長野とか秋田琉球、あと相模原長崎とはちょっとまあ後っていうか、まあ別だなってのと、まあこの配信内ではね触れることないだろうなってのと、19時のねちょっと岡山ベルディがちょっと被ったのがかわいそうだなってちょっと思いますね。あくろくろさんこんにちは。マレトさんもこんにちはでございます。ダゾン来た？
え？どこに？え？嘘？ないんだけど。どうして？なんでみんな始まってんだよ、俺ないの。ちょっと待ってくれよ。まだです。あ、じゃあウームさんもないんだ。ある人ない人いるぞ。ないんだけど。早く。ダンス同じ同時視聴配信、そうですね。まだ来てないです、私のところ。なんで？アオさん来たね。グラスオニオさん、こんにちは。来た。ほんと。一応ね、俺の見る限り、俺更新してもまだ来なくて。俺も今、プレミアリーグトークゾーン、あとトークゾーンアトレチコレビュー、エルプレジデント、あとリバプール TV、あとプレミアシップラグビーのセール VS ハリクイーンズ、あとはF1 ですね、アゼルバイジャングランプリのフリー走行2回目です。まだ来ないです。なんでだよ。なんで来ねえんだよ。俺今5回目の更新です。なんでねえんだよ。J3 から行くか。J3。J3 行けばあるでしょ。なんでサッカーでもないの？ダゾーン。え、マジ本当にあんの？ないよ。あ、番組表にあった。番組表でから見つけました。ちょっと、入りました入りました。あのね、トップページにもなくて、サッカーにもなくて、 J3 もなかったです。なんでや。番組表にはすぐ出てきました。なんでやねん。よかったよかった、お騒がせいたしました。もうさ、スタメンの発表やっちゃった？まだよね、多分。暑そうだな今日。これは暑そうだな。すごいな観戦行くのは。まだ？あとさ、ほんと申し訳ないんだけどさ、あの音聞けないので僕。おじきの実況何話してるか皆さん教えてくださいね。猫八さんも青さんも芸人の皆さん、よろしくお願いします。いや、聞こうと思ったらね、あのヘッドホンすりゃいいってのもあるんだけど、ちょっとね、暑いのでヘッドホンするとちょっと勘弁していただきたいっていうので。お、入ってきた。始まる。え、スタメン発表なしでいきなりもう行くの？あ、でもそっか、入ってからやるのか。キム・ジョンソン監督に増えました。あー、鳥取ね。まだね、試合消化数的には少ないですからね。まさか解説かと思ったら、実況の解説はないです。 J3 に存在しません。実況のみです。聞きながら、ありがとう、みんな教えてね、何喋ってるか。まあ、SCJ ホーム初勝利を目指そうとおっしゃっても、ついにね、この間勝ちましたからね。ただ、一応ね、リーグとかいう、そういうの関係なくすれば2連勝中ですから。まあさ、真面目に話せる。そりゃそうです。普段の見る垢を出したらすぐ首切られますからね。当たり前ですけど。それはダメだよ。わかんないけど。それはわかんないけどね。さあ、スタメン発表されましたね。キッパー佐川選手 で右に大城くん、左に毛谷さんで、真ん中にね、普段ならボランチもやってる土立さんが、今日は真ん中入ってますと。前回も同じスタメンなんですけどね。
で、ボランチには吉田佐藤優太で、右に船橋優真、左の宮内、トップ下には神田ゆめみで、両ウィングみたいな形の2トップに柳と運動家ですね。たまにこの2人は開いてってなんてこともありますけど、まあ今日の、まあ、YS の注目ポイントとしては船橋優真選手ですね。やっぱデュエリストってところがあるので、結構 YS の選手たちはデュエル、個人デュエルのそのスタッツが結構残りやすいってのもあるので、そこら辺は、普段出してるベストイレブンの動画で結構ね、入ってくる可能性高いチームでもありますから、ちょっとそちらを見ていただけると嬉しいなと思っております。さあ、コイント数やってますけれども、対して、ガイナルト通り、フォーメーション3322ですね。YS はね、まあ、3412でしたけれども、こちらは取ってる3322ということで。キーパー、田尻健、右に石田くん入りました、高卒ルーキーでございます。左、藤原、真ん中、鈴木純也。アンカーに荒井大輝入って、右に小牧、左、杉。前回と変わってるのはこの杉ですね。あと、石田と杉が前回の試合からは変わっているかなと。で、2列目には、蟹原田の、ちょっと川崎っぽい2人が入って、そして、2トップのところにはもう大エース、大久保。その相方に今日は石川大地が入っています、という感じでございますと。高瀬さん、こんにちは。チロリアンさんも、こんにちは。でございます。こんなの、まさに違うよ。これだよ、本当は。今日は、今日実は、ノーミルク佐藤、あとは、井上マーのこの体制は、完全に違うところでお互いに仕事してるって感じで、そば太郎さん、こんにちは。でございます。今日僕はね、ここで同時視聴同時視聴という形になりますけど、マーさんは今日はこれね、ダゾン実況やった後、今度は外仕事で、19時からかな、鹿島アントラチャンネルの方で、鹿マッチ、ウィーレの、実況のお仕事があったりするので、今日は夜も僕はワンオペでございます。ちなみに、皆さん、まあ、今日、俺これ昼は配信してるからあまりツイートはしないんですけど、私ちょっと明日は、私もそれこそ明日お外にいるので、ちょっと J リーグ見れないので、リアルタイムでは。ツイートはほぼないかな、という感じでございます。今週はね、今週じゃない、今月、てかこれは本当にもう2年ぐらい前から我々、1年前か、去年から我々が願ってたことみたいなもんでもあるけども、だんだんね、その土日に試合見れないっていう展開が増えてきてるんで、それはちょっといいなと思ってますね。で、鹿マッチは来週でした。ん？鹿マッチが来週だっけ？なんか覚えてないけど、なんか今日あるんすよ、夜。なんかある。今日は何か仕事があるはず。それはね、もう1ヶ月前から知ってるんで、私。何かがある。なるほど、昼間ないから新配信かな。いやー、どうかな。今日の夜やるかどうかはわからないけど。あ、始まりました！ YS 鳥取、開幕じゃない、試合開始。先生、外に出るの何日ぶりですか？いや、今日、いや、散歩だったらほぼ毎日出てますよ。でもそういう仕事っていう意味で言うんだったら、先週ぶりぐらいですかね、多分。あ、ちょっとそろそろコッペパン落とさなきゃいけないですね。はい、今ね YS 鳥取36、37、38、前にロングフィードで41、42、43ね。時計とかは俺は用意しませんからね。優しくないので。まあ優しくないってよりもね、デスクトップパソコン買わないとね、そこら辺はちょっと厳しいなって思ってるので。マーラさん、こんにちは。マーさん、アナウンサーみたいなアクセントの話で、いやー、嬉しいと思うよ、マーさん。むしろ最初見る若き時、実況の井上さん、ずいぶんはっちゃけてんなと思ってた。笑う。落ち着いてましたね、田尻選手。まあ、まさにね、今日の注目のプレー、船橋選手が一番前まで行ったかなって感じですね。まあ、今日は本当、あれですね、船橋選手の突破をどれだけ杉井くんが止められるかっていう展開にはなるでしょうね。右のウィングバック船橋 VS 左のウィングバック杉。ディフェンス力的には杉井くんの方が上かなと思いますけど、ただ、ちょっとデュエルっていう、その、こう、なんだろう、突破とかそういう関係なく、単純にデュエルっていうところで自信つけまくっているのもあって、ちょっと船橋くんをどれだけ抑えられるかどうかっていうのはかなりなキーになると思うんですよね。まあ、運動家のスピードとか、吉田柳のテクニックとか、そこら辺はまあもう言わずもがななレベルだったり、まあ本当は言った方がいいんだろうけど、
もあるんですが、あとは鳥取ね。鳥取やっぱ2列目の2人でしょうね。ただやっぱり YS がもしかすると結構どんどん押し込んでいくプレスが激しい試合になってくるでしょうから、鳥取がどれだけビルドアップうまくやって、新井とかね、ウィングバック経由で2列目カニ、原田のところまでボールを渡すことができるか、そこまで行けばかなりね、フォワードとかシュートっていうところまでつながりやすいと思うので、楽しみでございますと。琉球ゴールキーパーどうした？え？琉球？琉球？なんかあったんですか？柳と聞くと栃木読め、そうね。そうね。コンクリね。いや、大久保くんいいですよね、大久保選手。それこそほんとね、20年ぐらい前の高松を思い出しますね。高松大輝、大分。何回も俺これ言っちゃうけど。風貌ルックスふてぶせしさもそうだけど。田口選手メンバー外です。琉球、あ、もう秋田琉球が発表されたのか。そういうことね。柳サーバーの方ね。今日じゃあ誰？猪瀬。おー、頑張れ猪瀬康介。今日ちょっと変えざるを得ないもんね。怪我あったからね。あとセンターバック岡崎亮介も。で、猪瀬リオンジですか？で、ボランチ風間、清武、上里、池田、阿部と。まあそんな変わんないですね、その他はね。井上真央さん、尾崎豊ネタのイメージが一生消えない小島くんね、ベンチにも戻ってきたし、結婚もしたしだね。フェイスブック開いたらブラインドサッカー日本代表戦、今コハロンがあれでしょ、あの配信やってるでしょ。明日組のサポだから真央さんゆっくり、真央さん今左でね、バイアス回してるけど、そこにね、左のハーフスペースに一人入り込んでくるような展開にできると、バイアスってもう1ランク上のサッカーというか、もう1ランク上のチームになれるんじゃないのかなっていうのはありますね。鳥取としてもどうするんでしょうね。大久保前に残した上で石川下げさせて偽9番やるのか、偽9番敵にやらせるのか。それとも2で、それこそやっぱりシャドウの2人をちょっとね、ボランチにも落とさせるような形で2人でこう決めきる形でやっていくのか、そのあたり気になりますけどね。こういうきっかけとかないと J3 ってみんな、そうなんだよね。だからさ、やっぱりこのちょっと試合見ながら俺は今日こういう話をしたいって思ってるんだけど、やっぱね、まあ今はね、このコロナ禍だから多少しょうがないっていうのはまあ一旦さておいて、来週やっぱ J3 のボトムアップしていかないと、やっぱりね、 J4 とかそれこそ J プレミアはなされないよなって思うから、やっぱね、 J3 の価値をもっと上げていきたいですよね。鳥取が常に 2,3 人で囲んだり回してるしてるけど、結構レベルの高いことやってない。まあでも鳥取、特にキム・ジョンソン監督の中ではこれぐらいはできるかなっていうか、 J3 のレベルでも、なんだろう、 J3 を結構甘く見てる方ってかなりいたりするんだけど、選手のその能力値みたいなものだったら、さすがに代表とかと比べたら見劣りはしてしまうんですが、そういうその仕込まれ方みたいなところだと、そんなに J1 とも遜色はないんですよ。あとはそこが、球際がどうっていうよりかは、なんだろう、ちょっとプレッシャーかかってくると、ちょっといろんなものがずれてくるってだけで、基本ベースのところはそんなに大きくは変わらないんです、J1 とも。今まさに無名太郎さんが言うように囲むっていうところでは確かにやや鳥取の方が早いかもしれないんですが、デュエルでのプレスのかけ方とか、あとは1対1のところで自分それぞれのエリアだけで構築するぞっていう考え方だと YS の方が1枚上手だったりするので、そこのね、個でいくら打開できるか YS、 まあ個でそれこそ1対1どれだけストップできるか YS と、複数人で絡んだ上で攻撃守備両方ともできるかっていうのが鳥取みたいな感じになってるのかなと思うね。田尻落ち着いてるな。 J1 デビュー戦の波だからかなり成長しそんだね。確かにね。コスモバラクさんこんにちは。ホンダ VS いわき現地観戦中、そしてホンダ先生。
え、13時キックとかでしょ、早くない？考えてみると、堂安も J3 からブレイクしたらもんですよ。そうですよ。まあ、西野くん、川崎くんだって、ガンバであればそうだと思うし、まあ、塚本もそうですよね。で、さらに言えば、早いね、プレス YS。あ、メシノなんかも、メシノケイトなんかもそうですよね。で、去年なんかね、ありましたからね、YSVS、覚えてる方多いと思いますけど、YS とね、ガンバ U23 の55とか。初年度から J3 見てますが、選手のレベルかなり高くなってきて、うん、そうですね。これデータ面でも結構前から言ってますが、本当、6年ぐらい前と比較して、2014、15あたりで比較して、当時の J1 のレベルに J2 が今達してる感じに来ていて、当時の J2 ぐらいの位置に J3 が来てるかなっていうとこまで来ましたね。そう考えると、ホンダ FC って相当強いよなって思うよね。JFL にいながらして、今の J2 ぐらいの強度あるからね。YCC の監督は、そうです、まだ30代でございます。今私、鳥取に少し川崎っぽさすら感じてるんだけど、毎回このレベルでやってるなら J3 アンドロイド。そうですね。わかりやすいのが、昇格した時の琉球の攻撃力な感じには多分なってくチームになると思うので、その要素にその川崎っぽさって無名太郎さんが言ってるのが正しいのが、特にそのね、それでね、川崎から今原田幸輝くんっていう、レンタルで一人来てたりするのと、川崎組他にもね、経験者いますからね、このチーム。パス回しの強度とかは全然、あとはもうフィニッシャーが今年なかなか、去年ね、ほぼ2桁みたいな感じで行った大久保と田口っていう高卒1年目コンビいたんだけど、今年はそこにちゃんとボールがなかなかね、開幕から入らなかったことで、監督交代の浮き目とかまで行ってしまったのがあるから、そこのね、自信が本当取り戻してくれれば、それかこの6月からのね、リベンジな感じになってくるので、鳥取。楽しみよね。ああ、毛玉さん、ありがとう。ルカオ、ルカオ、ルカオ。秋翔さん。J1 クラブの U23、J3 参戦は普通に、実りが多いと思ってましたが、金銭面が大変なので、金銭面はめちゃくちゃ大変ですね。要は、2チーム構成にしなきゃいけないってこともそうですし、今だと、やっぱね、収益としても厳しいですから、現状だったらね、ほぼ全チーム、何も対策できなかったチームは、ほぼみんな、やっぱね、経営的にマイナスになったっていうシーズンでしたから、2020は。まあ、しょうがないですね。あと、もともと契約が東京世代用の、何？ボトムアップのためにやろうっていう風に行われたのが U23 だったので、パリ世代はまた違う形でやりたいっていうのが、JFA 並びに J リーグの考え方だから、まあ、それもしょうがないですね。やってほしいけどね、やっぱり J2、J3 は、負傷がない限りは、スタメンに絶対アンダー21世代の選手を、起用しなきゃいけないとかっていうのは、やってほしいですけどね。もう、絶対メーカー。まんなら2人でもいいと思ってますけど。いいね。この、いいなと思うのがさ、ここに YS も取ったりも、ピッチ全部使ってやったろって、この、いいよね、これがね。名古屋三菱。長良川で見てきま、行ってらっしゃい。長良川でやるんだ。エリートリーグより若手選抜チームで J3 戦っている実りありそう。まあでもそれはリオでやったからね。リオ世代の時にそれはやりましたから。それで今度次なんだよね。本当はやりたいのはね。うわ、100人超えてる。ありがとうございます。お越しいただいてる皆さん。もう10分。つなげたいね。できればこのゴールキーパーからのセカンドボールみたいなところとかは。ウィレラ、フィファに J2、J3 入ったら面白いよね。でもなかなか難しいでしょうね、やっぱり。自分で言うのはちょっとあれなんですけど、なんだろう、
あんまりこう偏ってないんですよね、こうミルアカって。すごく、まあ我々が狙った通りだからすげえ嬉しいんですけど、偏った人ってのがあんまりいないからこそ、やっぱ再生回数ってちょっと面白いなと思ってて、ミルアカで見るその各チームの例えば通信簿とか、それで見ると、あの全体のそのなんだろう、まあほら縮図というか、 J リーグファンがまあ仮に100万人いますとかってまあ感じで考えたりとかすればいいと思うんですけど、その中の何パーセントがミルアカ入ってるって考えたら、まあ大体 5% ぐらいなわけで、 100% で考えたらね、あごめんなさい、100万で考えたらだけど、その中でそれぞれのチームの、なんだろう、割合がこんな感じなのかなってことも分かってくるから、やっぱそうするとね、やっぱ J3 で我々のね動画の中でこうなんか5000とかいけるようになってきたら、まあ1万超えたらなおさらですけど、そこまでいったらやっぱり J3 ってかなりこう興味持ってもらえてるのかなってとこもいけるので、やっぱね、今このコロナ禍、なかなか全スタジアムにこう満員にするって我々ちょっとね、裏テーマでやってる、裏テーマじゃないか、本テーマでやってるものあるけど、それはなかなか達成できなくとも、J3 のボトムアップた、ボトムアップのためにそんなことはね、なんかやっていけたらなってすごく思いますね。ムメ太郎さん、鳥取。ちゃんとパスコース作ろうと、ずれたりしていいサッカーしてるのね。ただ、セカンドゴロの回収とかまだ厳しいのかなって。川崎に触発された鹿島、トスがもがいてるけど、その波が J3 まで来たりするのかな。鳥取は、もあの、もともと本当はそのフィニッシュの場面のところが強くて、両ゴール前ってところが良かったりするから、あの、そこに今度はね、中盤のところより、あの、ワイドに組み立てるのがすごい上手いチームだったからこそ、次の視座として新しいことやろうとしてるってのがまさに今なんですよね。ただ鳥取もね、そんなにしないうちにまた戻ってくるんじゃないかな、J2 にって思うんですが、まあ、このコロナ禍がどう左右するかっていうのは気になるところですね。ねぶえさん、こんにちはでございます。緑茶さん、こんにちはでございます。田中さん、大島亮太がパス回しに参加したとの情報。おー、山村はね、なんかもう本当だったら、この間のゲームのところで、横浜 FC 戦のところでの戻りが本当は確定的って言われてましたから、よかったよかった。先生がおっしゃった通り、右サイドの攻防が多いです。まあ、ここはそうなるでしょうね。船橋で杉を、いわゆる、なんだろう。もう攻略さえできてしまえば、YS としてはかなりその展開になる可能性が高いのと、今のこの14分30秒ぐらいの通りで、運動家が右に流れるケースが多くて、神田夢美が、あの、いわゆる偽トップ下みたいな感じになってるので、実は。あの、トップ下の役目のように見せておきながら、実は偽キューバみたいな やり方もやってたりするので、やや右偏調なところは YS 今日は起こるんじゃないのかな、ってのは思いますね。石川大地の役割は、基本的には大久保にラストパスを送るための選手って感じになると思うんですけど、要は、いわゆる 3-3-2-2 って歌ってるけども、石川大地がもう所々において、ストライカーの役目もやりつつ、あとは2列目の、カニ、ないしは原田と共にボール作っていくっていう、アタッキングサードに侵入するためのパスを引き出したり出したりだとかっていうことの部分を、彼がやってるかなっていうところですね。これで YS 決めたりとかしたら、もうちょっとやっぱ YS の流れでしょうね。今日、この右の流れからやっぱりどんどんってところだから、その右のコーナーキックから決めてしまえば、ちょっと鳥取としては厳しい流れになってくる。まあ、誰だろうね、決めるなら。あるとすれば、大城とか、ありそうだけど。いやー、こぼれ球運動家じゃない、違ったわ。え、ゆうたじゃないこれ。佐藤ゆうたかな、こぼれ玉。去年からこういうのうまいですね。佐藤ゆうた。あ、違う、佐藤ゆうたじゃない。佐藤ゆうただよね。6番だもんね。いつも通りのこの、あれですね。流れとしては。いや、今マジでノリに乗ってんのよ。まあ、すごいざっくり言ったらの話ですけど、これ川、あの、鳥取が川崎で、YS が鳥栖みたいな感じですから、ざっくり言ったらね。ヒロムやな、J リーグオールゴール初戦決定。出た、まあ、先ほど言いましたけど、ゴール叫びます。そうなんだよね。これ、あの、ただね、鳥取のクリアミスって言うんじゃなくて、なんたら、いわゆるね、プレッシャーなんですよ。あの、YS のプレスってね、ちょっと面白いのが、
これ秋田とかもかなり誤解されるからちょっと伝えていきたい話でもあるんですけど、 YS の今年のデュエルってのがすごく面白くて、なんとなく多分シュタルフ監督の中で去年のいろんなこうシーンだとかを見繕った上で、ここまでやったらデュエルって考えられる、ここまで行ったら多分ファウルって判定されるみたいな。猫八さんそうです、兄弟です。多分ね、そういうものをね見繕ってきたんですよ。それが多分秋田もそうなんですけど、秋田もね、だからどこまでプレスで行ったら OK なのかっていう、その判定がねすごい面白いんですよ。だけどその本当にガンガン行く感じとかが他の J リーグクラブじゃちょっとありえない、ちょっと海外チームっぽさがあるようなレベルになってきてるので、ボールのそのハンドリングというか使い方に関してはまだ難ある部分とかも多々あるんですけど、とはいえほとんどのシーンそのデュエルでガンガン行けるってのはかなり最初の本当数節に関してそのデュエルが本当に半身選手たちも半信半疑だったのか、なかなか得点局面まで行きづらかったけど、ディフェンス局面ではかなり功を奏していたので、どっかで行けるんじゃないかなって思ったら J3 よりも天皇杯のところでね、流通経済で勝ったってところから、あ、これいけるんじゃないってのがもうガンガンいけてるなって。だからこれともすれば川崎とかでも苦労すると思います。今のシーンみたいなところですね。今まさに真ん中でプレスかけて奪いに行ったシーンあるじゃん。まさにこれどれだけ慌てないかですね、鳥取はね。ワイスはもう死ぬほどガンガン来るので、こういうスタイルにあってこういうスタイルで今年やっぱり YS やってるからこそ、またね、いわゆる以前のその新選手、浅川選手のように YS から、そういうこと進化してというか、奥田選手とかもそうか、上のカテゴリーに上がってったりとか、上位チームにね、引き抜かれることも多いと思うんですけど、なってくると思うんですけど、これやっぱデュエル系のチームにね、成長というか、移籍できるといいなってのもすごく思いますね。田中さん、原田くんは川崎の中でどの選手に近いですか？亮太です。いわゆる元々から CMF なので、コントロールじゃない、セントラルミッドフィルダー、のコントローラー型だっていうのがあるので、展開チラシ含めてね、失点したけど囲む速さとかパスアートの距離感ずれてくる数はかなりいいと思うんだけどな。個人的には鳥取を J2 でも通用するのではと20分試合見てました。おお、いいですね。鳥取はいけると思う。でもだからあとメンタリティなところですね。やっぱ自信をね、ちょっと失ったところから始まった今年なのでね。シュタルフさん来年からガンバに来ないかい。あったら面白い交代策 J3 編。先発に U21 がいるとき交代枠1枚増える。ああ、面白いですね。鹿島 VS YS の天皇杯面白い。次そうですもんね。ここは多分ないですね、鳥取。ないと思います。ある場合なら、PK か、強いて言えば。倒した場合、なかったですね。なんかこう、あるのよ。なんか、ない？みんな。セットプレーの時さ、なんか、あー、これ危なさそうだなってやつと、みたいな。わかんないけど。あるじゃん。なんか個人的にはあるんですよ。今のはちょっと鳥取なかったかなーってのがすごく感じました。さあ、YS のビルドアップから、鳥取235のブロック作りますけどね、ちょっと2人でブロック、ちょっと1対2の局面でどっちも動かなかったの、ちょっと鳥取ね、プレス練習した方がってのは一瞬出てきましたね、今のはね。一瞬そこは気になったところ。そこ引きつけてるただドダテ選手も良かったですね。オニエ選手はどうなってますか？わかりません。ケネス選手もわかりません。理由は私はその各チームの情報までは手に入れてないので、そこら辺はわかりません。試合内のものだけです。ニコスさんこんにちは。そうか、もう準備か、早いな。一度は J3 も落ちた大分が J1 で頑張ってるのを見ると、降格も悪くはないのかも、私も絶対したくないけど、降格
は俺は別に悪くないことだと思います。ただ、しちゃいけないチームとした方がいいチームってのはやっぱりあるなと思っていて、秋翔さん言うように、大分の場合は、まあ、経営のところもありましたから、一度それこそ、スクラップ&ビルドというか、もう一回ね、ファみたいな感じでこう戻すためには必要かなと思います。ただ、現状の J1 チームだとそこまでないっていうのと、あと、そもそも、経営がどうのこうのとか言う前に、新型コロナウイルスとか観客がね、入れられないからによってのお金が足りないっていうのは、もうほとんどの全チームですから、まあ、うまくカモフラージュできてるチームもあるかなと思うけど。言ってますね、プレスプレス。前線まで。ただ、特にそこまで追わないで無理と思ったら、引いて、こう、スカートプレスの側に回っていくってのもいいですね。Jリーグが発足したのは人口が多い時のマーケットとして立ち上がっているので、当時のファンが帰る魅力に気づいてくれれば、ミラーが聞けると、くれれば、ミラーが聞けばわかるんだけどな。そうですね。ただ、なんだろうね。ダゾーンの J リーグ中心に見てるよってのが大体 100%、100万人いると仮定したときに、その方々が大体 YouTube まで来てる率ってのが大体、60% ぐらいなんですよ。YouTube も普段つけてますよ。ただ、その YouTube つけてますよってのが、サッカーを見てる見てないって問わずだと、まあそこが60万の半分の30万ぐらいだな。基本的に定期的に見てんのはっていう状態なので。そこの中の5万人取れてると考えれば、結構な部類かなと思うんですよね。今のミリワから多分マックスまで来て10万人だと思うので、そこまではまず頑張りたいよね。さあ、飲水タイム、これで4分の1終了。早いね。ここは良かったですね。まあ、強いて言えばクリアが失敗したなって段階で田口選手が1個右にずれてファー側に行っておけばってのがまあほんと強いて言えばにでしょうね。これはただこれだけ混戦ですぐクリアできなかったらちょっと厳しいものはあるよね。まあね、あのバルサですらお金がないです。いかにエンターテインメント自体が健全な世界、世の中で初めて成り立つものだと分かりますよ。そうですね。だから、監督なんかもそうです。監督交代なんかもそうだけど、なんかね、やっぱり、チームにお金がかかるような、なんだろう、提言の仕方とかってのはやっぱりしないといいなって思うし、さっきの、大分の話、秋翔さんあたりからあったけれども、ね、今日午前中に大分はさ、お気持ちの表明があったじゃないですか。素晴らしいチームだなって思いました。言い方悪いと心中って言い方になるけど、なんだろう、風間さが監督と共にあるっていうチームだからっていうので一枚岩になってるから、それこそ今年が今のところはね残留圏にいないってのあるけれども、大分が弱くないチームだってことはそういう本当一枚岩になってるところからも明らかなのかなって思いますね。トコベンさんこんにちは。山口といえば小松選手、一時五輪代表候補だったな。連小松ね。連小松。まあね、連小松が悪いっていうよりも、ちょっと上が強すぎますね。本当にね。グーさん、今 J3 を勉強中なら J3 にしかない魅力とかありますか？しかない魅力っていう風になると、ちょっとそれは難しいかなと思うんですが、いわゆる、それじゃなくてもやっぱ J1 から J3 まで全チーム魅力があったりするので、それこそグーさん自身の、例えば、なんだ、同じ出身県の選手見つけてみたりとか、同じ出身校の選手でもいいかもしれないですし、もしくは、推し関係からちょっとなんかいろいろ探ってみたりとか、生命感からなんか紐解いてみるといいかもしれません。鳥取確かにずれるのが遅れて出しどころがなくなったりプレスが遅れたりするんだけど、それでも組織で戦っている感が伸びしろが目に見えてあるチームは好き。定期的に鳥取確認したくなる。おおダンタキ選手がオーストラリアで活躍してますけど、今後オーストラリアが若手の育成先になる可能性はありますかね？あんまりそれは可能性は感じられませんね。理由としては、J のスタッフ数はそこまで多くないので、なんて言うんだろう。例えば、マンチェスターシティとかチェルシーとかだと、何十人単レンタル。例えば、日本人関係者で言っても、板倉くん、そしてメシノくん、あとは、もしくは、ロンベル行ってる斎藤幸喜くん含めて、そんなところあったりするけどさ、そのレンタルを、の選手たちだけをこうずっと見ていくっていうチームがあるんですよ。なんだけど、さすがにそこまでにはならないそうなので、
だったらやっぱ J2、J3 クラブで出せるところ見つけた方がってはなるとは思います、さすがに。段崎選手の場合は僕は何かがあったというか、彼は日本っていうところだけになんか留まらないような選手なので、元から。はっちゃけ方とか含めた上で。なんで合ってたってのはあるかなと思います。彼日本じゃない方が合うと思います、むしろ。どっからいろんなチームの移籍情報などを入手してるんですか？もういろんなところです。世界含めた上で。なんだろう。あまりこのなんだろう。ファンの方が言ってる噂とか、掲示板とかは正直わかりません。なんで。久しぶりにポジティブなお気持ち。お気持ちね。お気持ち。なんでだろうね。皆さん伝わるかわかんないけど、お気持ちって言っちゃったりするとさ、不二家が出てくるんですが、伝わります？どうでしょう、この藤井庵が出てくるんです、僕の中には。藤村ね。D ね。大泉さんと。お気持ちよーみたいな。そんな感じが出てくる。さあ、鳥取の今度はビルドアップ。コースカットをしてますが、ファーは空いてるね。取ったね、杉井くん。ただ、さあ、行った、船橋。船橋じゃない、これ、佐藤優太だな、今のは。おめごさん、こんにちは。J3 魅力は荒々しさ、そして妖怪のような個性が濃縮された外国人選手、一元に秀でてはいるけど、その他能力があまり残念なところが愛おしい。わかりやすい、百鬼夜行です。はっはっは。ヒゲが出てくるじゃん。やるじゃん、なんか、お気持ちをーみたいな。こういうイントネーションでやるじゃん。大泉くーんっていうところからさ、すごい出てくるんだよな。伝わるかな。おひげ。たまに見たくなるよね、どうでしょう。文久3年と、あとやっぱり糸ようじ、ちょっと見たくなってきますね。個人的には東日本好きですけどね。まさ、本当に芸人なのかと思うほど本職の実況の人の落ち着きだな。見る赤の時とどっちが本当のマーサーなんだ。皆さん存じ上げないと思うんですけど、まさにいろんなところでナレーションとかもあるんですよ。っていうか、みんな知ってる？みんなあんま分かんないかもしれないけど、まーさんって芸人の世界で20年以上生きてきた人ですからね。なんだろう、確率論とかで言うんだったら、上場企業の役員とかのレベルですよ、確率論で言ったら。なる確率、それぐらいが達成できる確率って。東大合格とかサッカー選手になるとか全然確率低いことやってますからね。西日本より東日本のウィリーの方が安っぽくて好き。泥の97年組ですよ、泥。私ちなみに1997年はね、パープルを買った年です。関係ないけど、パープル4ね。そういうところで言えば、やっぱデータマンとしての、なんか僕が目覚めたのも、ある意味97年なので、まあ、ある意味97年組って言ってもいいのかなって思ってますね。スポーツを見始めたのが、だから97年ですね、そう考えると。その時は野球とゴルフしか、ほぼ野球、ゴルフ、F1 しか見てないですけど、サッカーは、テレビでやってることすら知らなかったかもしれませんね。J リーグはしてたけどね。鴻上さん、こんにちは。井上正さんの実況、シュートのシーンなど興奮すると、まあが垣間見えるところも大丈夫。まあ、負け続けて、J3 降格して、ズタボロの心にポジティブなサッカーの見方をご教授いただいた先生に改めて感謝をお伝えいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。97年、俺生まれた時にはまさに芸人、そうなんですよ。で、パワポケはな、ゲームボーイはね、僕ね、やってなかったんですよ。ゲームボーイ関連。理由としては、私、急激に目が悪くなっていくだろうなっていうことを、
うちの母は悟っていたようで、こいつにちっちゃい画面のものとか、なんかがっつり暗いところで何かやらせたら絶対に悪くなるって思ったのか、それだけゲームは別にやってもいいけど、スーファミとかね、当時で言ったら。ゲームボーイだけはダメって言われた結果、受験勉強と携帯電話&スマホでゴリゴリに目を悪くしました。あとは暗いところで読書したせいです。うちの母は大正解だったなと思います。その結果、スタジアムでサッカーすら見られない目になったんで。先生何歳なんですか？ 87 年生まれなんで33歳で、半年後 ?5 ヶ月後ぐらいに34になります。先生的には J3 の個人昇格もありますか？今年の夏ってことですか？あるとは思うんですが、海外、いわゆる五輪次第なところもゼロじゃないかな。わいっと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 い。マーさんの実況の素晴らしいところ、終了間際にドラマが待っていることあるね、あるね、マーさん的にはね。誕生日着払いで何を送りつけ、やめろ。なんで着払いなんだよ。そこそこいいもの、でかいもの届いて3800円ですとか言われたら草だよそれは。はぁっていう。でもね、いただけるのは嬉しいよね、やっぱり。プレゼンター会社の方です。ありがとうございます。会社の方でお願いします。そうなの、俺、よく家にいるって言ってるけどさ、ほとんどの時間さ、いわゆるほぼ隣にある会社にいるからさ。大体。それも多いんですよ、結構。今、ご存知の方も多いかもしれないから、ちょっとした話をしようかなと思うんですけど、全然この試合関係ないんですが、今更ながらですが、3月と、あとは、4月かな、ご応募いただきました、ダゾーン。最初はあれですね、Jリーグ開幕のところでユニフォームキャンペーンのツイッターのね、キャンペーンやらせていただいたのと、あとは、ダゾーン×亀田製菓のツイッターキャンペーンをやらせていただいて、で、ちょっといろいろ吸ったもんだったりか、ちょっとね、コロナだったりなんだったりとかの関係で発送がかなり遅れてしまったんですけど、無事ですね、今週、柿の種、大量の柿の種と、あとはユニフォームをその当選者の方にも連絡させていただいてお送りさせていただいたんですよ。ただ大変なことがあって、一旦ね、そのユニフォームとあとは柿の種がいわゆる、それぞれ亀田製菓さんとあとはちょっとね、ご当選された方のユニフォームのその所属チームの方から弊社に届いたんですよ。で、ありがたいことに私にもちょっと亀田製菓さんからいただいたんですけど、ありがとうございます。亀田製菓さん、ありがとうございます。また大量に食べさせていただきます。ありがとうございます。リュウヤ君、こんにちは。ただね、ツイッターで昨日、そのね、ご当選された方の、もう名称つけていただ、名称じゃない、なんかつけていただいて、僕もリツイートもさせていただき、いただいたんですが、信じられない大きさで届いたんですよ。なんかさ、その12、なんかあったじゃん。その12箱だか12袋だかってもと。で、俺どれぐらいなんだろうなってあんま分かんなかったんだけど、ある日、先週ぐらいだっけ、会社にその届きまして、柿の種が。そしたら、人間4人ぐらい入れる段ボールが、2つ届いて、え？っていう。え？これ俺送んなきゃいけないの？っていう状態というか。びっくりしましたね。さすがに。え、こんなに？っていう。
いや、マジよ。あの、ツイッター見てみてください。あの、昨日俺リツイートしてるんで。人間4人くらい入れるダンプ。いや、マジ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 。なんて言うんだろう。嫌がらせじゃないんだよ。丸ガラスで止めてるけど。なんて言うの？あの、いわゆるモテないの？モテない。なんて言うんだろう。あの、メタルギアソリッドでスネークが入れる段ボールとかのレベルじゃないんだって。かけ4ぐらいのデカさ、かけ4じゃないわ。それぐらいのデカさなの、容量的に言うと。なんじゃこらっていう。ところ、でも、なんだろう。それで、へっていうところで一回何もわかんなかったから、何も用意もしなかったし、だったんだけど。で、一日だけその会社に置いていくことになったんですよ。まあ次の日にまあね、結局発送もしましたけど。だけどもうさ、玄関口までしか、玄関口か、入り口にしかもう置けない状態だから、えっていう。4密行動なんてできないよ。あれ持ってあれことはできないよ。なんだろう、だって、何 ?70 インチぐらいのテレビ入りそうでしたよ。でかとか思いながら。そういうのが届きました。この間ね、それまた運んでいかれるときに、ヤマトのね、宅急便のそのスタッフさん、本当に重いですが、本当にすいません。よろしくお願いしますっていう。普通にミスったので、あのね、多分マジのあの数の数え間違いで、マジで一袋ぐらいだけ多く入ってたらしいんですけど、どうやら連絡来て。連絡いただいてた数よりちょっとだけ多いんですが、いやー全然関係ないですって言っておきましたが。とはいえ、めちゃくちゃでかかったですね。まず何よりもあれを運ぶ山さんすごい、ほんとそうだよ。いや、カメラ製菓さんはね、ほんとにいい会社なんだよ、みんな。マジでいい会社。マジでいい会社。アルビレックス新潟すげえよ。おぉ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、本人来た、おぉ、ちょっと、さださん、こんにちは。いや、行きたいね、小町さん。行きたい。ちょっと、亀田製菓のさださん来ましたよ。さださーん。10万円どうなったの？こんにちは。すげえな、さださん。田尻くんは大丈夫ですかね、試合の方では。そうだよ、世界のさださん。亀田製菓様、よく頑張ったな、ここ田尻くん。嫁にお財布買った、やったー、やったねー。こないだね、日本対、皆さんミャンマーあったけども、その時にね、このさださんはちょうど結婚記念日だ、あ、じゃあ奥様の誕生日だってのがあるから、ミャンマーから日本が点取った数かける1万円奥様にプレゼントするよって言ったら、まさかの10ゼロになったので、10万円の何かを差し上げることになったんですね。その結果が、10枚のお財布ということになったみたいです。いやー、よかったね、さださん。さださんは有名人だな。でもさださん的にあれでしょ、その10万円でね、奥様にお財布買って、それでわーありがとうっていうその一言とその笑顔はプライスレスだもんね。ねえ。今日代表さんありますけど、また今度は何でやらなきゃいけない、それは。誕生日でもなくなったのに。
協議してますね、審判さん。笑顔はプライスレス。そうだよ、そうだよ。米子さん、亀田製菓の米菓は日本の資本、日本の資本。いや、そう、あ、せっかくだ。これも自宅に持ってきたからって、今は自宅なんですけど、あのこれ何も伝わらないと思いますが、柿の種 ASMR、 違う、亀田製菓 ASMR なんですけど、これそのお送りするってので、あの私の方にもちょっと亀田製菓さんからいただいたんですが、まだね開けてなかったんですよ。どっかのタイミングで開封やろうかなって思ってて開けてなかったんですけど、せっかくなんで今やります。でかいのよね、段ボールが。おっさんの ASMR か、いや亀田製菓 ASMR です、これは。ピーえ？SMS？ SMS で画像？え？何に来てんだ？え？ツイッター？何にも通知来ないんだけど、佐藤さん何に送ってくれたんだろう。これ関節フリーキックでしょ今これダゾーンでやってるやつは。俺あんまちょっと触れないけど、何の通知も来なくてね、どこに来てんだろうと思って今。別にでもこれそんなテンパる展開じゃないよね今の。ただバックパスのあれでしょ。え、その遅延とかなの？ゴールキーパーでしょ、ミスったの佐川くん。あ、いいね、普通にね。よいしょ。え、今ギフボールって言ったの？まーさん、いいよいいよ、まーさん、佐田さん、もし可能であればツイッターかなんかでいただけると助かります。佐川くんはイエローカードですね。まず焦ってギフボールって言ってしまう。ギフ大好きだな。川中島だ、行ってらっしゃい。さあ開けまして、ダンボールの中からダンボールが出てきた。ハッピーターンだ。ハッピーターン出てきたわ。前節の試合見すぎたと想像。ありうるありうる、まーさん、そういうことか。
みんなハッピーターンが届いたよ。いっぱいある。ハッピーターンが、ハッピーターンがいっぱいある。あと我が家に本当にね、いつも思うんだけど、我が家になんだろう、亀田製菓関連の段ボールがいっぱいあるんだよな。いっぱいあるというか、まあ捨てたのもちろんあるけど、わ、45年アニバーサリー。ハッピーターンは今年で45周年。1976年第一次オイルショックで不景気だった日本中に幸せが戻ってくるようにと込められた願い。その願いは時代が変わってもずっとずっと変わりません。ハッピーターンはみんなを笑顔にしたい。ほんの小さな幸せかもしれないけど、美味しいでみんなを笑顔にしたい。これからもずっとみんなにハッピーがターンしますように。いいことおっしゃる。いいことおっしゃるな。あの、さださんからあのご購入されたお財布の画像が届きました。ありがとうございます。いやいやいや、タンカルビ豚トロホルモン完食。いやー美味しそうね。上さんよかった。これはちょっとせっかくだからあれしますか。さて今日もコメ欄に来るのか。さあどうでしょうね。いやー、ということで1対0 YSCC 横浜 VS ガイナーレ鳥取は1対0で佐藤裕太選手のね、あのこぼれ球のやつですね、でリードということになりました。超いけるかな。ガイナーレも噛んで、よく噛むな今日は。これどうにかできないかな。QR 今度これどうしようかな。おじき噛みまくり。おじきは何があったんだ。ちょ、せっかくだ。ちょっとせっかくだから、さださんのこれを映そう。ちょっと皆さんお待ちくださいね。まさん、動揺してるなって。バックパスから動揺して、なるほどな。前半のハイライト噛むおじき。いやー、噛んじゃうマーさんも可愛いよ。かった。前端のハイライト。前端のハイライト。かわいい。どうしたんだろう、まあさ。そんなに、チャンスになりましゅ。
まーさん、どんな飲んだか。まーたんかわいい。まーたん、いじられてる、いじられてる。まーたん、いじられてるなぁ。いや、もう同様に次ぐと、皆さん、あれですね、これはあの、YSCC とガイナーレ鳥取の選手たちのプレスは一番まーさんに聞いていた模様です。トークメンタル。プレス聞いてんなぁ。なんか、スタッフさんからなんかプレッシャー来てんのかなぁ。わかんないけど。いやぁ、これあの、次ね、なんかあった時にいじってあげてくださいね。前半の先制点を言えた模様。前端のハイライト。これいじられるわなぁ。前端のハイライト終わったもんね。じゃあね、じゃあ皆さん、ご注目。あ、でかいでかい、でかすぎ。画像をご覧ください。10万円の財布が届きました。こちらが10万円の財布です、皆さん。例のさすがやな、サダのおじき。でかい。10万円でーす。さらしまーす。いい財布ですね。いいんですよ。たださん、みんなにね、プレゼントいただいても。みんなにプレゼントは死んじゃうな。素敵ね。で、中身もプレゼント。やばい。いいよ、キッコーマン。大阪米、確かにな。この財布の要素の、あれでしょ、半分は、だってね。半分は大阪でできてますもんね。バファリンの半分は優しさでできてるけど、この財布の半分は大阪のゴールでできてますからね。柿の種を送りつけ、10万円の財布を買う男。いや、でもね、我々にも、元にもこれ、ハッピーターンを振りまいていただきましたから。柿の種何個も、そうだよな。柿の種を売って、いやー、でもこれでいきましょう。ちょっと。赤いなあれが埋まっちゃうな。まあいいか、ちっちゃくて。この財布のために柿の種パンパンに詰めてプレゼントしてて、ほんとどういうことやねん。何の配信かが分かりませんね、これはね。はあ、面白い。じゃあちょっとお手洗い行ってきまーす。
はい、戻りました。まあさすがにこれだと同時視聴で分かんなくなるからな。まあまあこうしときましょうか。これぐらいならまあいいでしょう。亀田正解、偉大さに気づく率。いや、ほんとそうだよ。まだ一緒に何かできればいいな。皆さん、そういえばね、何かってことはまだあんまり言えないんですけど、まあね、まあ、言い方あれですが、まあ、ズブズブといえば、まあ、亀田正解さんもそうなんですが、我々が見ているね、この画面上、もう一つあるじゃないですか。今ね、YouTube だけじゃなくて、みんな、もう一個ね、開いてると思うでしょ？そこと、また何かがあります。6月19日に何かがあります。わかんないけど、6月19日に何かがあるので、ちょっと夜開けておいてくださいね。夜19時から、開けておいてください。ついに我々こういうことにもっていう。サポーティッドバイサラさんのお財布。すごいなぁ、本当に。よろしくお願いします。デートのお誘い。まあまあ、ある意味そういうことですよ。デート、デート。6月19日の夜を開けといて、バイノーミルスと新番組。まあ、そういうことではないかもしれないけど、まあ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 。ねえ、寝部開けておいてね。その時間帯試合もあるだろうけど。よく考えたら YS の試合行ったら高確率でおじき応援できるだよな。そうです。2分の1から3分の1ぐらいの確率じゃないですか？結構。私も忙しい。いやー、ちょっとお願いします。6月19日の夜、シャワー、シャワーを見て、これは危険な香りがするかもしれない。いやー、清さんもなー、6月19でしょ？あれ、そこちょうど清水あるかな？本陰さん、こんばんは、こんにちは。よろしくお願いします。6月19。そうだね。6月19。あ、違うわ。こっちだ。あれ？これの1個前か。あ、清水川崎、後だもんな。てか、18節のベストイレブン作れないの？8月12日の最後。なんだよ、これ。この日程は。そう、6月19の、福岡、神戸、札幌、大分、横浜市、牛、東京、広島、柏の、うちの、てか夜っつったもんな。もう19時って言ったからバレてるわ。バレたわ。広島、柏戦です。なんかやります。はい。失礼しました。もう言います。広島柏戦です。で、何かをやります。よろしくお願いします。そんなに言うなら開けておいてみて。ありがとう、きよちさん。まあ、何かはね、わかりませんけど。柏ね。柏じゃない。柏。広島柏。だこのね、例えばチャットなんて言ったら、夕和対ネブエですね。どうしてもって、いやー、どうしてもだね。お願いします。広島柏ね。まじゃない。和。サンフレッチェレイソルです。あら、重複家にお邪魔するとか
息子に連絡したら一発だ。一発じゃないかもしれないけど。よろしくお願いします。あ、コダックのジミーさんだ。サチロ。そうだね、サチロ。いや、どの試合がいいって言われたから、ダゾンさんに。どれだろうなーって思って。昼じゃない気がしたんですよね。昼じゃないなって思って、ごめんって思いながら、他のちょっと日程もいろいろあったんですけど、で昼じゃねえなって思ったから、福岡、神戸と札幌、板ではなくなって、横浜市、東京と広島、柏と、あと何試合か残ってたんです。4試合ぐらい候補に上がってたんだけど、そのうちに別に行って、あ、じゃあ翌日の浦和湘南とかもあったんだけど、去年の開幕戦ダゾンサークルで浦和湘南やったなってのもあったから、それもないなと思って、何かなっていろいろ考えた結果、広島、柏ですね。まあ何かは、いや結構なんだろう、あんまり知られてないかもしれないことではあるし、なんだろうな、あんまりこうなんだ、世にこうニュースになるようなことではないと思うんだけど、あの個人的には驚きなことだと思います。そんなことあるっていう、まだねえ気になる。あの、ちゃんとした発表は来週中とかにはできるんじゃないかなと思うので、ちょっと細部でちょっとやらなきゃいけないことがそれ次第なところはあるんで、お待ちいただけると。さあ、ということで後半がスタートいたしましたわよ。まあでもこれは妥当な交代ですよね。これ鳥取2人変えましたけど、あの大久保に変えて田口、そしてあの原田くんに変えて安藤入りましたけど、まあ妥当ですよね。これは。そう、来週は奥座敷延長戦火曜日にありますから。引っ張るね。いやー、言ってはいいって言われてるんだけど、なんて言うんだろう。まあ、ほんといろいろあって、いろいろはまたあの、ノーミルク佐藤ラボか奥座敷かなんかでちょっと言おうかなと思いますけど、どうしても今言えないってのがあるので、大人ですね。大人なやつですね。待っててください。ただ、あの、なんて言うんだろうな。なんだろうな。実況とかサッカーの、なんだろう、スキルというか、この、まあ、見るわかってチャンネルの一つですけど、まあ、基本的にはやっぱね、サッカーのいろんなものをこうお届けするとか、いろんなものにこう貢献するっていうのが、まあ、一つテーマにはなると思うんですけど、まあ、それぞれのやっぱり成長、まあ、チャンネル自体の成長もそうですが、まあさんの場合は、やっぱこの実況とかでね、あの、いわゆるレベルアップ、スキルアップしてる姿を、なんだ、見てい、行くっていうのが一つ成長なところはあると思うし、チャンネルとしても、まあ、登録者だったり再生回数だったりとか、あとはまあいろんなところとのコラボっていうところでチャンネル自体でのレベルアップもあると思うし、あと俺個人っていう意味でもいくつかあるなってので言えば、やっぱりこう有名人でもなければアナウンサーでもなければ解説者でもない元プロでもないっていうところの人が、いわゆる、そしてもともとね、サッカーの例えばクラブスタッフとかでもないところの人間が、急にメディアの中にこう取り上げられることが今はね、こうやって多くなってきてるわけですけど、だからそんないわゆるなんかサッカースポーツ界で何者でもなかった人間が何者かになっていくってところを見ていただけるのはちょっと面白いのかなっては思いますね。さあ鳥取、いい階段状の流れから交代してからというものを鳥取やや流れ持ってきてるかな感はあるし、それに対し YS が釣られてるところがありますね。この後半始まってところ、始まってのところは
ただちょっとシュートのレンジは遠いっすね。先生、私の中超イメージありがとうございます。内容がラボのそれになっとる。まあまあしょうがない。浅野くんこんばんは。違うわ。お前のせいだぞ、佐野。前で釣られたじゃないか、俺まで。釣ったり理由もないんだろうけど、本人が間違ってそうな気もするし。こんにちはだよ、こんにちは、佐野くん。今は。ああ、遠い人になっちゃった、そんなことはない。レオさん？レオさん関係ない、今回は。ダゾーンでバースデー、ダゾーンでなの。バースデー。ただ、俺ちょっとやってみたいな。もう俺、着手してるんですけど、今。弊社の成り立ちっていうか、そこら辺書いたら面白いだろうなっていうので、今、いろいろ書いてます、今。釣ったもんだね。ありましたから。大企業とか、なんだろう、今、有名な会社でもこんなには起こってないんじゃないかぐらいの事件がいっぱいありますからね。実名をやや伏せたバージョンで、登場人物も仮の名前にしたところでやってみようかなっていう。鳥取が YS の選手の間に入れていいか、確かに。てか、YS は勝ってるのもあるし、そのまま入ったっていうのはあるんですよね。で、だから、鳥取は選手変わったっていうのがあるので、YS からしたら何がどう変わったのかってことを、ちょっと受け身になって見なきゃいけないっていう時間帯にはまだありますよね。で、鳥取としては、前半の YS から何も変わってないところがあるから、じゃあ今のうちにガンガンいっちゃって、見届けられる前に、もう決め切りにかかろうぜってので、結構ガンガンいってる感じはすごくあるのかなってのは、すごくありますね。F1 動画は作りません。F1 動画は作りません。あ、ちょっとずれますよ。ちょっとずれますよ。皆さん、ちょっとずれますよ。いや、上山さん、またなんかやります？そういう系のことは。今やろうとしてることがいくつかあるので。平戸のフリーキックかな？町田が先制します。吉岡里奈のフリーキックがなんかに当たったな。平戸じゃない。平戸がスルーというか、で、吉尾が蹴って誰かに当たる。壁かな、単純に。壁ですね。前か、そこらへん。前、高雪か誰かに当たったような気がしたけど、誰だろ、これ。わかんなかったけど、壁には。さ、戻りましょう。YSCC のロゴの横に財布あったら、シュタルフ監督のものしか見えない。いやー、そうですか、そうですか。キュン動画いつ出るかのわきわきそうですね。松本はなかなか厳しい。ていうか、松本は今日町田から先制点奪うための、どう考えてもそのための布陣なんですけど、これは想定外でしょうね。なんか悪い考え方したら、この画面 YC 社がお金使ってますよみたいに見えてしまう。そんなことはないよ。当たったの？あ、これ当たったわ。これはハンドだわ。
しょうがないしょうがないしょうがない、どうしようもないけど、これはしょうがない、これはハンドです。誰が審判でもこうですね、それは。いやー、これは持ってますね、やっぱりね。ここで田口くんが、普通に決めれるようだと、田口よね、蹴るの多分。え？安藤？安藤？マジか。もうこれ追いついたら鳥取でかいですよ。むしろこの途中交代の妙は大正解ですよ。この間の、ちょっと川崎鹿島戦な雰囲気ありますね。これで追いつけるようだと。まあナチュラルでしょうね。いやー、なんかでもファーっぽいな。うわー、すげえとこ蹴った。アンド行く。PK 決める。追いついたのはとても大きいな。そして松本も追いつく。よく言ったな今の。表原ね。マヤさん、上に蹴るって勇気あるな。そうですね、あそこドーンはあれは無理だね。あれだからもうハンドになった段階でもう佐川くんはノーちゃんなのでしょうがないですね。失点1、自責ゼロ失点1って感じですかね、野球っぽく言えば。ただ YS としても一つこれは失点してしまったしってのはあるけど、ちょっと明確に一つトライできるチャンスかもしれませんね。YS としては。やっぱ2点取らなきゃいけないっていうのはどうしてもあると思うので、チームとしても。まあね、ゼロで抑えられたら一番だと思うけど、そういうことじゃなくて、やっぱ2点を取る、複数得点を取っていくんだって、そうしないとやっぱ上位にやっぱ上がっていけないと思うから、そう考えるといいチャンスは。ちょっと危険ですね、守り方が。この1点のところで、あんまりこう、自分たちの方になんかいろいろこう、ディフェンスの方々、焦らないといいですけど。宗近、うわー、ここで、エアのファイターがやってきますね。エアバトルファイター、宗近。ブルーブラムさん、ありがとう。ドダテ1列上げて、真ん中トライっていうこともあるかな、そこで。でも別に田口とかで考えると別にそんなクロス放ってくるわけじゃ、ああ、でもそっか。安藤とか考えるとやってくること想定してるのか。またはないか。池ヶ谷前ってのもなくはないですけどね。え？山が赤髪？誰？なんでそんなことが。宮内宗近か。あ、それはいいっすね。宮内くんは今日はここまでそんなにですからね。いやー、鳥取来た。いやー、田口そこ思いっきり行かないと、そこは君ならば。そこ思いっきり行って得点またはシュートにつなげてコーナーキックにつなげてが
やっぱ田口くんよね、本来ならね。あ、時田ですか、しかも時田松本のレッドね。松本町田は動きますね。田口いいぞ。なんでスタメンじゃないのか、多分だから何かがあるんですよね。田口大久保のやっぱり2トップが一番確率は、山川きつい、これはレッド出てしまうようだと引くしかないもんね。一点追いついた状態だからまだあれだけど。さあ、宗近に変えた、宮内に変えて宗近投入。他は動かないですね。伊沢ラインクリア、伊沢頑張れ、大城頑張れ、浦和組。これさ、ちょっと思うのが、浦和組ちょっと戻れないよなってすごく感じるんですよね。京都の小木くんは多分京都なのかどっか、もしくは J1 クラブどっか行きそうな気がするし、伊沢と、まあ、大城もだけど、池田かとかもそうか、みんななんかさすがに本体には戻れなさそうな気がするんですよ。てか相手がユンカーとかなってくるとちょっと対応ができないよね。ユンカーとか大城くん、この YS のね、あのディフェンダーの大城くんなんて、その浦和からレンタルで来てる優秀シーンの子いたりするんだけど、ライバルショルツだよ、どうする。みんな、なんでここ倒しちゃったの。 YSPK ゲットです。ブルーブラウンちょっと早いねいいね。ゆうさんこんにちは。欲しいん、かわいい、かわいい、かわいそうだな。 YS が今度 P の K です。これはやりましたね。キッカー、ドディ、まあそうでしょうね。流刑戦2点、いや、さすがですね、佐藤優太。佐藤優太はこういうのうまいよね、やらせたら。小牧かな。流刑戦の 2PK 両方とも決めた ドディこと堂立選手。さあ、田尻くん守れるか。サッカージャンキーのワンちゃんが可愛いけど、いやー、上を狙う、どうだって YSCC1試合2点取れるようなチームになっているは泉沢で先生、新潟相手に先生。泉沢すごいな、戸立選手。今日マンオブザマッチは今のところ佐藤優太くんですね。前半すごい試合と思ってたんだけど、前半終わりぐらいからあれって感じになっちゃったなこれ今あの途中からね、あの実況者さんも含めた上で、あのね、前半のあそこのあたりからちょっと今大変ですね、両チームとも。いや、後半立て直したよ、でも。後半立て直したんだけど、両チームともに訪れた PK ってのは、これがちょっとあれですね。でもやっぱそれは1点目が訪れたからこその内容でしょうね。何でもいいから点取らなきゃいけなくなった鳥取と、
その中でお手追いつかれたからこそ何でもいいから点取りに行かなきゃいけなくなった YS& もう11になったからこそ点取られたらやべえっていう鳥取とっていうその流れから起こっちゃったことですね。天気みたいな泉なんだけど、そうなのよ。あ、シドニー先生と。あ、ブラウン、そっか、ブループラウンさん、現地で見てるから、そっか、だから早いのか。なるほどな。本間選手ってマーク厳しいですか？これは何を俺が答えればいいのか、ごめんなさい。横地さん、もうワンフレーズ欲しい、なんか欲しい。どっちどっち。マーク、本間がする側なのか、される側なのかが、どっちかが欲しいです。ミスをしたんですね。鳥取ちょっと落ち着きたいですね。というかさっきあの梅太郎さんも言ってたけど、あの鳥取の今年の問題ここってか、あの J1J2J3 で一つ戦術的に言ったら、もうあの実は J3 って去年も俺ずっと見る上がり言ってるんですけど、別に J1 に匹敵するチームって結構あるんですよ。で技術的なものとかも、あのまあ足りない人ってのは、まあそれは J1 に比べれば J3 の方が圧倒的にそれは多いっちゃ多いんですが、一番違うのはね、メンタルです。マインドとメンタル、そこですね。この試合もほぼほぼそういう展開かなと思います。戦術的には問題ない、ただ焦りとかまだまだ大丈夫とか俺がやってやろうとか、そこら辺のレベル感がちょっと変わってくるところはあると思います。まだ動くと思うけどな。あ、根気してる時ホーマー選手のマーク、相手のマークはそりゃ来ますね。やっぱり基本町田戦とかもそうだったけど、ある程度のチームであれば 1.5 人から 2.5 人つけてくる感じには今なってきてるので、それさえもやっぱ突破していかなきゃいけないのが彼ですよね。なんかすげえカクつく、めちゃくちゃカクつくの。ダゾーンがめっちゃカクつく。こんにちは。財布？ちょっとよくわかんない人もいるかもしれませんけど、はい、ちょっといろいろあって財布が今映っております。メンタルが劇的改善したりカウンター改善しなかったりで難しいからね。いや、そうなんだよ。でもね、その中でやっぱりキラッと光るマインドのやつっているんですよね。神戸鳥取サポだから鳥取のメンタル問題激しくて、そうなんですよ。むしろそこ突破したら、なんだろう、メンタルがすごいいい時って J3 の中でもやっぱトップクラスなんですよね。ただそれを90分どれだけ維持できるかってのはかなりありますよね。メンタルですよね。見てると私もメンタルが先行されたわわわってなって指の間から試合見るようになる。そうよね。それを証明して池袋選手メンタル、そうで、千葉もそうですね。結構こういうの多い。JC の選手がみんな岡崎や長友になればえぐいことになると。そうですね。そしたら、あの、日本人、あと100人ぐらいヨーロッパの一部にいますね。あ、池田ね。そうだね。池田選手、なんで袋と間違えたんだよ。去年ね、福島に行って、今年湘南にいる、今俺も池袋って言いそうになってなりました。池田正樹選手なんかね、やっぱりそうだよね、と思います。今年の J3 にいる選手だったら、そう、どうだろうな。誰だろうな。やっぱでも、今だとでもやっぱ、富山の八木下選手とか結構いいなと思いますね。今年に関しては。すごく。あ、誰だろうな。やっぱバルデマール。今治の。今治のバルデマールはちょっと、あの、物が違えなと思ってますけど。去年の清水の大量失点の半分はメンタルに弱ですね。あの、ですです。こ、あ、惜しいな、今のは。いけたな。でも、やっぱりこう、あとはあれなんですよね。過度なそのプレッシャーがあったりだとか、あとやっぱどうしてもこう勝たなきゃいけない状態になってるチーム、いわゆるいろんなところからのプレッシャーがあったりとかで、
どうしてもこの試合勝たないと多分監督解任されちゃうとか、スポンサーのいろんなお金がとか、そういうところからどうしてもどうしてもってなっちゃうと押しつぶされてしまうのは結構いたりしますよね。イスマイラね、鳥取石川に持たれると怖い。いやそうですね。ただ鳥取としては石川が持たない展開にできると一番いいんですよね。それでどこにいるんだあの石川ってやつはって本当は鳥取はしたい。先生がすごくいいという夏に5月というのが5本5本あー大変失礼いたしました。あのね、それで言ったらね、あのそのメンタルマインド的なところで言うと、やっぱね YS のね今左に映って船橋選手いいですよ。船橋選手、あの去年その位置に、今鳥取山にいる音泉翔馬選手っていたんですけど、彼なんかもすごく良くて、知ったがもうボケみたいな感じでこうやってきますから、それがねすごくいいです。もうデュエリストね、それがもう素晴らしいです。やったれやったれみたいな。船橋くんなんかはそうだな、まあさすがに直とかってのは難しいなと思うけど、まあ秋田とかは合いますよね。鈴木純也選手の位置とかに、移動したりだとか、あと相模原とかもマジで大事だし、沼津はどう考えても戻しましょう昨年の右サイドバックを。でも若いチームにしていきたいっていう方向性だから仕方ないのかなってのもちょっと思いますけどね。秋山キュンっていう路線もあるけどね。鳥取の岡の GM も J3 意識の問題点だと思います。っていうかこれはもう俺なんか全部さ、この間ちょっとウエムさんとかにもちょっとさ、あのこんなんどうですかって、あのすごく嬉しいのが、皆さんあのもしあのなんて言うんだろうな、さすがになんか再生回数正直1000回とか2000回ぐらいしかいかなそうなものだったらちょっとなかなかできないかなってのもあるんだけど、なんかこういう動画だったら面白そうじゃないとかっていうのなんか意見あったらいただきたい中でね、あのこのチーム今例えば会社に置き換えたらどのフェーズみたいな、そういうの、あの例えばベンチャー企業の中でもまだこの発足したてぐらいのところなのか、それともそろそろこういわゆる例えば東証一部上場ぐらいの企業なのかとか、そういうのなんかちょっとか面白いなとかってのもあったりとかして。先生メンタルの強い選手の動画、あー確かにね、それはいいかもしれませんね。何をもってそのメンタルのデータにするのかってことも前提とした上でいいですね。まーさんどうしたの、変なことを一つも言わないじゃないか、平和しなくて大丈夫か、無理してないか。大丈夫、無名太郎さん平和してるから大丈夫だよ。まーさん嘘だよ、嘘でもごめん、どうしてもまーさんごめん、俺どうしてもね、やっぱり嘘つけないんだ、何よりもね、あのみんなに対して嘘つけないとかじゃなくて、やっぱり、ね、自分に対して嘘つけない。でもまーさんはきっとね、この試合中でもきっと平和してると思ってる、俺は信じてる、頑張ってこのまままーさん。すいません取り乱しました。メンタルね。あとこの間ね、キッコーマンにね、こういう動画どうって配信中に聞いたから、なんかそれ作ろうって思ってるのはあるからね。大丈夫だよ、みんなマーさんとかしてるよ。逆にもししてなかったら、それはあの緊張とかじゃなくて体調気を使おう。大丈夫か、前日に野菜は食べたかとか。試合中に放棄しても音が入らなければ、そうなんだよ、音が入らなければ OK なんです、すべては。鳥取ちょっと難しいです。ただ交代枠がまだ残ってるので、そこで改善することは可能ですから。あ、鳥取交代ですか。621、新井に変えてだよね。そうすると、あ、長島か、新井に変えて長島入れるんだったら、ちょっと原田下げた理由は薄いですね。でもまあそうせざるを得なくなった感ですかね。岩田先生、北九州岩田誰かな。
ルキアンかな、情報が飛んできたんですよ。やっと3のフリーキックです。やっと3のミッドサードからのフリーキック、ファーサイドからの折り返え、こぼれたところ反転ゴール。誰、鈴木とかかな、あ、森岡陸、あ、鈴木優斗だよね。鈴木優斗、鈴木優斗。すげえどっからのフリーキックだったな。怪我からの復帰よね、長島くんは。まさ、また岐阜って言った。岐阜戦見すぎだよな、まさ、そしたらそれは。しかもまあ鳥取と岐阜っていうなんかいわゆるね、あのグリーン系のカラーだからってところで、なんか脳内にこびりついてる何かがあるんでしょうね。明日勝たないと下からの追い上げ怖いな、怖いな、怖いな。遠藤から鈴木、元ガンバやん、か、元ガンバやん、確かに。あれ、鳥取は岐阜というトリックが？そんな、まさか。ガンボ大阪の復帰の可能性って本当にあるんですか？あの、ゼロではないって感じですね。てか、ちゃんとは、やっぱこの間監督がってとこでようやく話に上がったと思うのと、あと正直 ACL 次第だと思います。正直。ゼロではない。が、50はない。岐阜アイスでもね、雨降ってない、さっきねコメントもあったけど、雨降ってないんだから岐阜じゃないと思うんだよね、やっぱりね。雨降ってれば岐阜の可能性は俺はあると思うんだけど、てかそもそも全試合が岐阜なんだからそれはっていう。和田花房、あ、おい、新潟カイト谷口、ガッツポーズオブアルベルト、新潟道の天です。昨日なら横浜雨降ってたから岐阜だったかもしれない。いやー、紙一重の展開ですね。まーさん、いつか長良川来てね。いやー、やりたいよね、まーさん的にもね。いや、よく飛んだな、今。今、胸近でしょ？あ、今のめちゃくちゃよく飛んだかったですか？ 76 分26秒のシーン。谷口の成り上がり感いいね。めちゃくちゃいい。もっちゃん、竜太小池と、のりやき藤本以来ですよ。こんな感じの成り上がりね。レオナルドもそうか。でも谷口はだからね、やっぱ新潟がこのまま昇格するってことで考えれば、3-2-1といきますかね。海藤場岩、いやー、岩手サポ的にはそうだよね、龍さんね。海藤県、そうだよね。谷口かで、2桁いきそうだもんね、小筒さん。このままだと。このペース的に言うといけるかもしれない。あとか、高木シオンのスタッツがいろいろ落ちてくるかもしれないなっていう段階で、谷口がグーンと来てるからね。さ、チェンジ。YS の方がこれで、もうほとんど、これ3人かな ?3 人かな、佐藤優太に変えて和田。これはまあいい流れですね。これはもう想定内の交代じゃないですか、一つ。で、もう一人、花房だから誰？大城？大城に変えないよね。どこよ。誰に変えたのよ。ちょっと。船橋？ああ、もう、じゃあ、スタミナ的にもってことか、そこは。
確かに岐阜経済大出身の成口海斗ですからね。最後それで岐阜に戻ってきてほしいよね。海斗君今シーズン5点目いけるね。これ11、2点ペースですね。船橋か、どう攻めるんだろう。守備はね問題ないと思うんだ YS。 そこまで船橋でデュエル、船橋からナフサでちょっと守備のスキル落ちるけど、スタミナ面のところでレベルアップできるからそんなに大きな問題はないと思っていて、むしろ宗近とかも含めて重心が後ろ化したから、佐藤優太の和田寛太のがね後ろ重心ですしね、そこはいいんだけど、だからむしろ YS は本当このまま1点差を守りきるっていうスタイルではあるのかなと思うんですよね。ただまあ鳥取が前がかりになる分、まあ前列特にウンドカとかでカウンターとか食らわせられるから、まあそれも込み込みなのかなと。 YS 鳥取1135人、おーいますね。だから鳥取よね、こうなってくると。あれあれ、え、岩田がってことですか。ラブさんがさあー2点目だ、いやー対角に決められるルキアンのパスを、けど鈴木っぽいけど鈴木だなきっと、これは鈴木。で愛媛も行ったね。うわーブロック山口守備ブロックしたんだけどか。近藤近藤っぽいね。近藤よね。高志近藤です。シュンシュンさん。熊本みたいに、トスさんだったり、山口の石川だったり、3バックの一角がサイドバックっていう可変システム、流行りですか？はい。いわゆる偽センターバックです。まあ、正確にちゃんと言いますけど、いわゆるサリーダの逆ですね。ざっくり言えば。要は、守備の時には、あ、緑茶さんありがとうございます。これてか、もともと渡辺監督がやってるんですよ。それこそ。てか、まあ、マンチェスターシティとかでもやってるんですけど、これがファイブレーン理論のスタイルなんですよ。この偽のスタイルってのが。守備の時にはもちろんディフェンダーやるのは当然なんだけど、要はファイブレーン理論ってのは局面局面単位で、そのまあこのポジショナルプレーね、局面単位でいわゆる数的優位を作り出すって形なので、別にさディフェンダーが3枚後ろに残ってなきゃいけないっていう、そんな何法律みたいなものはないわけじゃないサッカーの中に。だったら3バックの中から1人が1列前に上がって、例えばボランチの位置に行くとか、もしくはサイドのもともともっとワイドの選手が中に入ってきて、そのセンターバックの一角の選手がそのサイドのところに行くとかっていうのは、まあ一つ二理かなったようなパターンではあるんですよ。でやってるのとしては、まあ、トスの中野真也だったり、山口の石川くんだったり、あとは札幌の福森選手だったりもそうですけど、そのあたりは結構多い話ですね。ただなかなかうまくはめられるっていうチームが元かはなかったんですけど、3年前とかだったらちょっとできなかったチームの方が多いので、やっぱチームとしてだけじゃなく、やっぱ国としてそういうのを戦術能力みたいなのが浸透してきたのかな感はすごくありますね。高江からあー行った、いやさすがですね。中シーバーマチーダ2点目、まあ、今日はもういけますねこれは。まあもうマチダでしょう、ここの試合は。さすがにここからちょっと山賀の逆転は苦しくなってきたのかなとは思います。まだ前半ですしね。もう約あと10分ですから、あとはおじき試合にちょっと集中したいね。
もうほとんど YS じゃないだろうから、もう鳥取のビルドアップしたいところなんだけど、あのそれこそさっき言った3バックのみたいな話はちょっと鳥取が取り入れたいところではありますよね。ビルドアップしてるときに3枚が後ろで回しててノープレッシャーの中でやるっていう風にな、ノープレッシャーなのに後ろで3枚で回すっていうのは人数あまりにも使いすぎなので、1枚1列ずつ、例えばディフェンスラインがボランチに1枚上がって、ボランチが1枚インサイドハーフに上がって、で中盤の選手が前線にとかっていうちょっとスライド構造を作れないと、なかなかそのビルドアップが生きてこない。キッコーマン、その超進化型が湘南の石原と剥がして持ち上がって前につけるパスを送るど真ん中からで結果岡本が決めるみたいなね。あ、キッコーマン、あれです、岡本拓也が5月のベストイレブンに入ります。今言うけど、まあ他人もだけど、まあちょっとね、朝つぶやいたけど、ツイッターでも。ちょっと J1 と J3 はこの人でしょうってのがもう、なんかデータとか見なくてもみんなわかんじゃないっていう、二人だけちょっと異次元クラスにレベル違うやつがいるので、まあそりゃそうだよねっていう。J2 は結構悩みどころなのかなって思うけど、ねえ、佐藤さん、こんにちは。ごめんなさい、さっきからちょっとコメントあったのはわかってたんですけど、タイミングがなかったです。今思えば。いってらっしゃい、リトスさん。お気をつけて。バイス入んないよ、今回。あ、バイスじゃない。ごめん。歌が入んないです。歌が入んない。バイス入ってる。J2 はもうよくわかんないことになってました。さあ、YSCC、メンバー交代。はい、どうかお疲れ様ですね、これはね。今日頑張りました、プレス。ディーミアン、いいよ。まあ、ディーミアンもすごいんですけど、ADO もすごいんですけど、テテドゥドゥ抑えてスタメン張るベテランすごいよね。まあ、役割分担感もありますけどね。どこかに変えて柳園、神田に変えて西山。ああ、これはもう、局面封鎖するぜってことでしょ、これ。やったー それあれだな、ウェブさん。これは旗手だろ、きっとこれ。旗手じゃない。旗手じゃない。でも一人忘れてますね。まあ、J3 なんか言わずもがなでしょ。皆さん知ってると思うけど。一人しかいない。この人じゃなかったら誰だよっていうのは。まあね、だきっと、確かにもう一人の元川崎谷尾が来ました。入りましたね。まあね、だからついにあの我々としても初めて外国人選手にインタビューさせていただくことになりますね。ワイさんも締める感じです。もう閉店ガラガラ迎えてます。ただ、鳥取が来ないんだったらもう一足行ってやるけど、みたいな感じですね。鳥取昔、相模原までバスで移動したとか聞いた。あ、でも、だから岩手とかもそうですからね。新幹線使えないからバスとか。だってその昔はね、それすらもできなくてっていうね、5年ぐらい前だけど、ね、バス代すらクラウドファンディングやってましたもんね。そうですよ。まあさん、声こんな感じなんです。気になりますね。ついに。あの人にインタビューできるって考えると、またね、東京世代ですけど。いや、何その絵文字で表現してんだよ。ですね。正解ですよ、なこなこそねぶえさん。ついです。マイラさんです。どうするんでしょうね、インタビュー方法。字幕つけないとどうしようもないけどね、今回。てか、だってさ、なんかこういうのあれだけどさ、
当たり前だけど、こう、それは全勝したチームになるじゃない。で、我々はさ、同じ時代にさ、生きちゃったから、だいぶわけわかんないことになってるんですけど、レバンドフスキとか、メッシとか、ロナウドとか、いるから、ハーランドとか、ムバッペとかいるから、わけわかんないことになるんだけど、出場試合数のかけ2分の1だから、要は34試合あるリーグだったら、17点取ったら、すごい、異次元クラスなわけですよ。同じように言ったら、今月 J3 ってのは4試合あったわけだから、2点以上取ってたら半端じゃないわけですよ。彼は3点取ったんだ。そりゃそうだわ。だ同じように、今年の J1、また多分動画で言うでしょうけど、月間 J1 とかで話しますけど、ちょっと、川崎フロンターレが異常なんですよね、ちょっと。またそれを話します。鎌田の弟くんとか今どう？鎌田の弟くんいいですよ。なんだろう。大地の、この間の U24 のプレーを、一列後ろでやってる感じです。ちょっと細っこいところがあるから、それでなかなか厳しいかなっていう、日本代表までは厳しいかなっていうのはあるけど、全然 J2 とかだったら、使いたいチーム出てくるよなって思います。うわ！レノファッタ。同点。レノファ同点。タイガーキエさん、こんにちは。いつもお疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。鳥取も中盤の動きいいので、まだワンチャンあるね。YS は中盤尽くして、ワントップ気味ですかね。まあ、本当 YS はもうプレッサーで一人、柳園置いて、あとは中盤、鳥取が厚くしたのもあるので、そこ封鎖して、宗近入れてるから空中戦はもうほぼ厳しくてって状態なので、あとは地上さえ封鎖できれば、あとは問題ないからって感じでしょうね。ピカピカ中佐、J3 まで見てるからすごい、ありがとうございます。もっとみんなで見ようぜ。俺はみんなでね、チェコ見たいんだよね。今年はね、もう、なんだろう、自分でデータつけなくなってよくなったから、ほんと楽ですけどね。シャルフ監督かっこいい。わーつ、お、あら、ユウさん。え、うわ。発表されました。発表っていうか、片野坂監督で行きますってありましたね、ユウさんね、今日ね。大分。今、ルヴァンやってんすよね。FC東京湘南。データはどのように調査するんですか？今はね、もう、なんだろう、まあ、昔のもちょっと後で言いますけど、今はね、もう特定のデータ会社と、まあ、組んでるのがあるので、勝手に送られてきます。勝手にってか、送られてくるから、特に何もする必要性はないんですけど、もともとだったら、なんて言うんだろうな、基本的にいろんなところにタグつける感じですかね。なんだろう。試合の中で、なんて言うんだろう。いろんなそのバスの局面だったり、エリアだったりだとか、それをまあ本当プレイごとに解析して、みたいな感じになっていくんですよね。いわゆる目です。目と手。カタさんはずっとも、そうだね。もう何年もやってもらおう。さあ、あと2分ですか？大体、鳥取の攻められる時間は。今ね、鳥取がやらなきゃいけないこととしては、両ハーフスペースがやや実は空いてるので、なんて言うんだろう。YS としては、5分の3を埋める形の守備をやっているから、どっかね、2レーン空くんですよね。ただそこに対して目がまだ行き届いてないってところがあるので、あと1分半でそれを慣れられるかっていうと、ちょっと厳しそうな気がする。
あとほぼ鳥取が1回ぐらいしか本気できないので、 YSO で一発封じればいいから、ちょっとほころびはあるんだけど、その一発だけで鳥取がってのはきつそうな気がする。ディフェンダーできれば1枚上がりたいですね。中盤より前のところで数的不利なところが鳥取目立ってきてますから、できればそこどうにかしたいね。本田よき11ですか。空中戦に持ち込むとユネチカが、え、あれ5分なのに終わりなんすか。あと30秒あったけど終わりなんだ。これ4分の間違いとかだった可能性とかありかもしれないですね。まあよくあるよね、1分とか30秒早く終わることは。もしかしたらミスかもしれないですね。終わったー。あ、やってるやってる。なんでっていう、これしかもいいですね、鳥取じゃなくて YS 側が聞いてるから、あれあれれ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 れ、これでも鳥取の前に YS の選手たちがなんでって聞いてるから、え、これやる、あ、これやるかもしれない。嘘。試合が再開します。なんで、え、これ再開だよね、初めて見たなこれ。やんのかい。いや、これすごいよ。これ、ドダテ選手素晴らしいですね。30秒再開です。初めて見た。いや、これツイートとかしないでおこう。あの、絶対取れる方、取れるけどインプレッションとか絶対やんない方がいいな、これは。これは YS が偉いですね。これ、まーさんどんな気持ちでやってんでしょうね。大変だろうな、まーさん。これは、まーさんが一番、あ、まーさんとダゾーンは、これは、もうワンプレイあるよね、これ。これ、審判の方、そうだよな。今日、てか、この試合、ちょっと審判団のコミュニケーションが、うまくいってないですもんね。ちょっと、序盤から。終わった。終わりました。これは、これ記事なるぞ、これは。終わったね。ちゃんと終わりました。やっぱりファンタジスタ、ファンタジスマー。いや、これ、ドダテ選手に拍手でしょ。これは。
なんか2回負けて、まあ、なんかちょっと最後はちょっと締まらなかったですね。ああそうか、大城くんにとっては鳥取は古巣か、去年はいたわけだから。記事になるし動画でも使われて、まあ朝の実況が地上波で流れる。地上波流れてほしいな。でもジャッジリプレイする意味はないですよねこれね。なんだろう、検証の対象とはちょっと違うもんね、あからさまだから。いやそうですね、これは堂立選手でしょう。あの去年のスタイルであればもう堂立選手、僕はもうあれですね、ベストイレブンですね。もう大城は裏保有です、レンタルです。収録でいじるです。でもね、そうな、難しいんだよね、これ難しいんだよね。 J リーグの話をできる機会がさ、ちょないんだよな今週。それが難しいよね。だからライブ配信だ、マンデーライブ多分俺一人なんで今週。火曜日の奥座敷とかになるのかなともすれば。おお、 YS スタッフ陣で、これ J1 なら大事件でしょうね。ふてぶてしくていいんですね佐藤優太選手、お顔つきが。鳥取日本人の若手中心にチーム作るの大賛成だけど、フェルナンジーニョという支柱が抜けたのはでかい。多分ここですよね。去年の後半もね、前さんあったもんね。あの、やっぱ僕が出ないと、みたいな。落ち着かせたいからってあったもんね。沼津鳥取だとやっぱそのところが効いてるかな。そう、あの、まーさんがちょっと別仕事が7時同じ時間帯、あの、同時視聴の時間帯に入ってるので、後半からだったら来れると思うんだけど、ちょっと俺の方でそれができないので、なら、まーさんは後から追加みたいなことができないので、あとは琉球のサイド、あの、ケイタ田中選手ね。ルート的には提示したアディショナルタイムの時間は確実にしたらダメ。まあ、そりゃそうだと思います。ちょっと俺はルールあんま分かんない。そういうルールは知らないんで。そうなんだ。あの、ジャッジリプレイ的な話とかも多分ね、僕よりみんなの方が知ってるからね、そこら辺は。見てないってのはあんまり公式に言えないけど。来週は沼津鹿児島ですか？いやー、すごいね。で、その次の週は、広島柏で何かあるからね。そんなに来週中に多分ね告知できると思うんで、告知っていうか俺らからも告知するけどダゾーンからも出ると思うんで、いいですね、ダゾーンから出るっていいですね。いいなぁ。まあ、井上もそうですよね。井上、上松。先生、今日この後はどうするの？この後は、あの、普通に、僕は作業しながら J リーグ他見ますね。見て、でも、なんて言うんだろう。なんて言えばいいんだろうか。これはなんて言えばいい？これがだから5時とかで終わるでしょ？ので、そこまで終わったら、ちょっと晩ご飯どうすっかなっていうのを考えようかなと思います。だ料理するか、な？なんて言っていいか分かんないけど、そういうぐらいですかね。配信とかってことは間はできないかなと思ってて、あ、ハイライト来ました。ちょっとね、あとは、ハイライト見つつ、流れ確認して、今日の、実はこんなことあったんだよって、最後ちょっと私から振り返りで、実は YS と鳥取で、こんなこと起こってましたっていうのを、ちょっとできれば、先日の側面からも踏まえてお話しさせていただければなと。っていうか、もうハイライト始まってんですけどね。まあ、ハイライト終わったらでいいね。
まあ、とはいえちょっといろいろなところに左右されてしまった感はありそうな気がするな。あ、得点シーンですね、最初の YS の YS さんが決めたやつですね。これただのミスですって言われても選手側はたまったもんじゃないです。まあそうですね、一回そこで流れ切られたから、まあそれで30秒で点取れってほぼ戦術も固まってないところでしか、みんなの意思も統一されてないところでやれって言われても無理だと思いますね。だったらむしろ YS 側で最後で一人でドリブルで突破とかってこと、船橋選手とかいたらなんかやりそうな気もするし、むしろ 3-1 になった可能性が高そうな気がしますから、まあ、何事もなく終わってくれてよかったですね。インタビュー苦手なんだな、ふてぶてしいけど話すと嬉しいね。そう、あんまり慣れてないですからね。あの YS の選手実は他のチームと比べても、あの取材機会が少なかったりだとかもするんすよ、実は。だから、あと、やっぱりね、J1 の選手とかってなってくると、もともとユース時代から、そういうね、あの、激坂さんとかだったり、そういうところでのインタビューとかも経験されてる方が多いから、それで慣れてるのもあるけど、やっぱね、YS クラスになってくると、なかなかもともと、そういうユース系の出身とかってのはあまり多くなかったりするので、そういうのも通じてくるところはありますよね。そうだね、関節フリーキックの判定は別にってのはあるかもしれないけど、ただね、あのいろんなやつ PK2 つも出ちゃったしとかってのもあるから、なんか言われてもまあなんだろう、あ、正確だったり不正確だったりそこら辺はちょっと分かんないのはあるけど、何かこう言われてしまうのはまあ間違いないのかもしれませんね。ともすればね、5分って表示したけど何もない限り5分から5分59秒で終わらないといけないんじゃないかな。まあ5分59は超えてはいいと思うんですけど、そうですね、あのいわゆるねアディショナルタイム内で何かあったらそれはもうちょい伸びるのは常ですから。実況のマーさんの予想行き方、落ち着きテンションは聞きやすいですね。いいですね、いいですね。マーさんハイライトではかまず、いや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 、噛むことを前提にしてはならぬならぬですよ、ウェムさん。まあそんな感じで、まあ、YSCC VS 鳥取はまあ2対1、まあ、ハイライトもねありましたけど、すごいざっくり振り返っていきましょうか。この試合ね、まあ お互いに、まあ、3-4-1-2 と、まあ、3-1-4-2 かな、まあ、3-1-4-2 違うな、3-4-1-2と、まあ、3-3-2-2 ですね。で始まったこの YSCC、VS ガイナーレ鳥取ですけど、まあ、最初ね序盤まずはあの鳥取本当は攻めたいところでしたが、まあもう前半の始まったところ16分ですよね、剣の時間15分が過ぎたところで佐藤優太選手のまあ1ゴールが生まれたと。でそこから本当は鳥取圧かけていきたいところだったけど、まあ、プレスをだいぶ YS はかけていったところがあり、そこをうまくかいくぐれるような時間は多かったんだけれども、ちょっと前半終了間際で、なんやかんやが起こったりだとか、配信の方でもこちらね、YS の左側に表示されている財布とハッピーターンの問題とかもいろいろありましてなんやかんやしてるうちにグダグダっとちょっと終わってしまったのが前半のちょっと問題点ではありました。ただあの鳥取側としてもね、テンションがダウン、トーンダウンしてしまったところがあったからっていうので、フォワード大久保選手から田口選手に変えて、で中盤もね原田選手から安藤選手入れたところで、ちょっとね、スタイルを変えていこうなんて形から、それが走行して1個 PK 取れたってのはあったと。ただ、その中ね、ウィングバック1人下げて宗近選手を YS が入れたところで、後ろがちょっとがっしりしたっていう状態になって、さあ、いけるぞ、YS ってなったところで PK 取れたと。で、ドダで選手決めまして。でその後へ、鳥取としては新井選手に代えて長嶋選手入れたってことはありましたけど、でもだったらやっぱり、じゃあなんで原田下げたのとかっていうところ、多分そこのちぐはぐさというか、鳥取がちょっとこの後半の中盤以降は間延びしたっていう展開が多かったと思うんですが、おそらくね、これがあのさっきまゆさんだったり、いろんな方がちょっとご指摘もされていたかと思いますが、あのベテランの投入意図みたいなところにつながってきたのかなと思います。要はおそらくなんですが、鳥取は、この、長嶋投入っていうところが僕は全てのキーになってしまったのかなと思っていて、攻撃的に行くのか、それとも、いわゆる右から攻めるのか、左から攻めるのかとか、そこら辺の意思が多分統一されなかったんじゃないのかなっていう。その反面、その10分前に投入された YS のその宗近選手の投入ってのは、宮内下げて宗近でってのは、
後ろその分彼で空中戦のところは彼でがっしりできるから、大城と宗近のところで大体いけるから、まずは追加点取って、追加点取ったら後ろはあと守備、あと残りあと守備で、あとは耐えていこうって形だと思うんですけど、その投入意図のところが最後はここで結構明暗分かれてしまって、なんか鳥取がグダッとしてるところに対して YS がもう点取れたのもあるから、じゃああとはね、クロージングするためのってので着手を施していこうってので、まずは船橋佐藤に変えて花房、和田入れて、あとは前線からのプレスのところの強度を高めようっていうのを柳園と西山入れてっていうので、の YS のクロージングの仕方の方が、まあお見事だったのかなという展開にはなっちゃったのかなと。マインドメンタル面で言ったら YS の方がもっともっと本当は足りなかったんだけど、なんて言うんだろうね、持たざるチームでだからってので、位置統一さえしてればもう見るところはみんな一緒になるから、そこが鳥取とこの試合では勝負を分けた感じはあったのかなと思いました。以上です。その他ね、今、まあ、せっかくだから、まあここまで来たので山口愛媛戦ぐらいは残り見て終わろうかなと思いますけど、あともう10分なのでね、配信も終わりましたし、 YS 鳥取戦に関しては今ね、他の会場やっておりますと、J3 は今治長野が始まりました。まあ今だいたい9分ぐらいのところになってますか。そして、相模原長崎と、あとは秋田琉球、なんていうところも始まりましたね。で、今、ちょっと見ようかなというところですけど、山口対愛媛、あと甲府新潟、松本町田、北九州岩田あたりがやっていますと。のえまさしさんお疲れ様でした。そうだ、まあさんお疲れ様でした。本当に。てかさ、代表戦の BGM どうしようね。これじゃないと思うんで、さすがに代表戦。どうしよう。なんか考えなきゃいけないですね。なんでよ。なんかでもなんか、なんかそんなバトルみたいな感じの BGM きついな。勝村さんもありがとう。コッペでいっか別に。日本、ダメだよ。使えないよ。YouTube から行われるわ。怒られるわ。でも、魂レボリューションとかにしたいよね、確かに。君しか勝たん。お、すげえ。見た今。ごめんなさい、今俺山口愛媛見てんだけど。すげえ、ボレー決まった。これやば。なに今の。いや、これがボレーだわ。やば。お手本ですな、今のは。これはいいの見たわ。ロングスローからの一発ボレー。これは止められないね、愛媛からしたら。無理無理。うめきよね。いやはや。じゃあちょっと、もうあとまあ6分ぐらいですか？ 88 分ですからもう。
最後ちょっといろんなお知らせして終わろうかなとは思います。多分お知らせしながらこの配信見てたらまあ試合終わっちゃうんじゃないかと思うので、ということで改めてあの YSCC 横浜 VS ガイナイト鳥取の同時視聴本当にありがとうございました。この後の予定なんですが、19時15分ぐらいからですね、なんで今から4時間後、に U24 日本代表 VS U24 ガーナ代表の同時視聴配信をやりたいと思います。またね、当然ながら、見る赤の、このチャンネルで行いますので、どうぞよろしくお願いします。で今日はですね、そのままいわゆるマーさんが実はこの後、マーさん、というかこの、ごめんなさい、同時視聴配信も、そのね、U24 戦に関しても、佐藤のワンオペという形になります。まあ、ていうのも、マーさんが実は外部のお仕事がありますので、その時間帯、いることができません。で、それに伴いまして、マーさん、録画機能をご自宅にないため、合法的に、まあ、非合法だったらあると思いますけど、合法的には試合は見られないんじゃないかなと思いますと。あ、新潟が点取りましたか？なので、というか収録自体もしないので、この明日の朝とかに、日本代表 VS ガーナ代表の振り返りの動画とかってことは出しません。海徳2点目見に行きましょう。今ちょっとね、閉じてました。今。谷口から2点目ですか？そう、まあね、そんな感じになるので、で明日の朝はですね、遺跡？明日なんだっけ？明日の朝は、あ、あれだ。海外遺跡もあるんでは？という10人の選手を私挙げていますので、そんな感じの、オーバー東京世代の海外遺跡っていう。ちょっと作ってみたので、そちらちょっとね、見ていただければなと思っております。夜は日本代表 VS ガーナ代表のライブ配信、明日の動画としては、オーバー東京世代の、海外移籍についてっていう動画と、夜にはプレミアリーグのまとめの動画、ちょうどねデータ、ベストイレブンなんかも発表されましたけど、データベストイレブンっていう形で私ちょっとね出したところがあるので、それもちょっとね見ていただけたら嬉しいなと思います。かな。で、あとは J リーグ応援部が月、まあね、J2、J3 のことを主に喋ったやつ、まあ、やべスターを見た上でのやつが来週のね、来週とか月曜日に上がりますけど、で、マンデーライブもまあ同時視聴配信で、立ち消し探偵私やりますぜと。あら。あらー、ウェリントン？エジガルだわ。エジガルが決めましたわ。長崎先生、高木が10アシスト目です。そうなんですよね、高木のよしくんなんだっけ、あとまあそんな感じですと。なんでマースさんはと一緒にってことあんまないと思うから、ともすればちょっと思うのが、今日の夜か明日の夜にマースさんだからゲーミングラジオ部とか、あとはミルアカ虎の穴チャンネルの方で、まあさんは多分個人配信とかされるんじゃないかなと思いますから、もし始めたらねちょっと見ていただけたら嬉しいなと思います。でもって今日のその夜の U24 日本代表 VS ガーナ代表戦なんですが、まあその7時半ぐらいからキックオフだと思うので、そのまま2時間配信した後、まあせっかくなんでその代表に関するなんか話とかってことの、まあ感想戦なんかもね、その後30分ぐらいやろうかなと思ってます。なんで、皆さんなんかお飲み物とかだけは自己準備いただいて、7時15分から、まあ22時、結構長丁場、もちろんね、お手洗い行きつつとかになると思いますけど、一緒にね、見ていただけたら、嬉しいですね。まあ今日に関してはまあさ、まだ分かんないけどね。何時戻りか俺は知らないので。夜まで楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。
だ来週も J3 に関しては鹿児島 VS 沼津なんですか？それをやったりだとか、あとはやっぱね来週もお昼に U23U24 戦はあると思うので、それも同時視聴やったりだとかもありますから、またそれもねよろろん。あとはなんだろう、これ残りの J リーグの試合見ながら俺はあれやるつもりなので、なんだろう、 J1J2J3 とか、あとは月曜火曜あたりでユーロを作ってって、今ねちょっと一緒にやってくれてる子にユーロの大体のことやってもらってるので、まあそれあと仕上げる形で、あとは今週中にそれリリースできたらなと思っております。さあほぼ最後の攻めでしょう、愛媛93分35秒ペナ左、さあシュート打つか、クロスからの逆サイド、サイドネットー、近藤隆サイドネット、田川くんと同じ位置でしたね、そこのシュートは惜しかった。惜しかったなー、これはもうほぼ時間がない、いやードロー決着、いやーこれは梅木翼のナイスボレー、そんな試合でしたねこれは。ただ山口攻撃はまだって言ってたところから、だんだんちょっとこうやって2桁得点じゃないや、2得点とかできるようになってきたので、この試合はやっぱ愛媛としてはちょっと痛い負けというか痛い分けですねになった形なのかなと思います。じゃあちょっとねこれで、まあ、中途半端なところではありますけれども、今日はこんなところで終わりにしたいなと思っております。じゃあまた、4時間後にこちら、今度は U24 日本代表 VSU24 ガーナ代表の試合で、そのね同時視聴配信でお会いいたしましょう。じゃあそろそろね財布には聞いてもらいましょう、先に財布と、財布ありがとうございました、サラさんありがとうございました、皆さんありがとうございました、マーさんお疲れ様でした、それでは皆さんまたでー。